どうもこんにちは、アジ東京の町田です。ということで今回はですね、キネスピードの草野さんをこうゲストにお迎えいたしまして、ちょっと草野さんの経歴だったりっていうのをちょっとインタビュー形式でお伺いしようかなと思うんですけども、草野さん、今日は朝足にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあその模様も動画回して、この今回公開するものの前に多分出してると思うんですけども、今回草野さんの経歴インタビューということで、ちょっと草野さんの現在に至るまでのご経歴をお伺いしようかなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回草野さんご経歴を伺うということで、ちょっとその前にお客様から草野さんにちょっとご質問っていうものも、はい、聞いてまして、はい、ちょっとまあ朝走りの、はい、朝走りでいいんですか、朝走の話があったので、はい、朝走をそのしている一番 の理由って何なんですかっていうふうに、はい、お客さんおっしゃってたんですけど、はい、あれは、はい、朝ごはんを、はい、美味しく食べるために、朝ごはんを美味しく食べるために、はい、走ってます。僕はもう前から聞いてたんですけど、はい、今日実際走ってでホテル戻ってパンを食べたんですけど、はい、とても美味しかったですね、はい、全然違うでしょ。全然違います。朝ね、体を動かして、はい、なんかよく朝を制するものは一日を制すって言ったりしますけどそんな大げさな、けど本当にそんなことはないんだけど、はい、けどそんな、なんかモチベーションでものすごい万全のこうコンディションで今を迎えております、うん、はい、ありがとうございます、はい、でも僕らはあれですよね、はい、走る前にちょっとビビってウィーダンとか飲みました、ね、はい、しっかりストレッチもして、草野さん何も食べず朝起きたら走って、はい、美味しく朝ごはん食べるっていう、今度からです。そうしましょう、はい、僕らも朝ごはんをこう美味しく食べるために走られてください、はい、はいサマさんのご経歴というと、やっぱりビームスさん時代の、はい、ディレクター、ビームスさんのディレクターをやられてたっていうのが、はい、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、はい、ちょっとその前からお伺いさせていただきたいなということで、はいはい、サマさんが洋服をこう好きになった一番最初のきっかけって何だったんですか？きっかけは多分僕らぐらいの年代だと、はい、やっぱりファッション誌、ファッション雑誌の、はい、ポパイであったり、はい、そうですね、ホットドッグプレス、はい、あとはチェックメイト、はい、などのファッション誌の影響が大きかったと思います。ファッション誌、はい、そういったのを読んでこう洋服に興味を、そうですね。まあ、それと同時に、はい、その地元のセレクトショップでこう、はい、なんかこういろんなことを教えてもらう、はい、うん、店員さんに、うん、その辺からじゃないですか。学生時代ですか、それは。そうですね、学生で、高校生って、高校生の時、はい、で、まあ、古着もこう、古着は、うん、その後かな、高校3年生ぐらいからじゃないですか。大学生になった頃からじゃないですか。その、うん、まあ、草野さん、塩梅だったり、はい、まあ、そういったコンテンツでブログ書かれてますけど、うん、まあ、そこでも大学生時代にアメリカ古着とこうイタリアのデザイナーズブランドをこう一緒に着ていたっていう、はい、うん、時期もあったっていうので、はい、そのなんか、まあ、今自分が思うイタリアのブランドとアメリカ古着って、はい、今あんまりなんかこうポピュラーではないというか、うん、当時はなんかそういうのって周りの草野さん以外の周りの人たちも知ってたスタイル。いや、多分そういうのはあんまないと思いますね。古着が好きな人は古着だけだし、はい、アメリカが好きな人はアメリカだけだし、はい、という感じが多かったと思いますね、うん、僕がそのイタリアのブランドって言ってもイタリアのファクトリーブランド、ブランドなんですけど、はい、それとこう古着をミックスするような感覚っていうのは、まあ、当時アルバイトさせてもらってたお店のスタッフの方から、はい、そういう着こなしかっこいいよみたいなことをやっぱ教わりながら、
実践してた確か先輩からのそうです、ね、なんか今の草野さんが作られてるケネスフィールドの洋服からも、はいうんまあ、そういったあの雰囲気といいますか、うん、匂いを感じるものがあったりするんですけど、はいまあ、そういった大学時代のこう、うん、ご経験が、うん、今のこう洋服作りに、うん、すごい影響されて影響されてきました。なるほどですね、うん、だからやっぱその当時からそうだなこう大学生に入ってからやっぱりそういうイタリアンボーグとか、はいルオモボーグとか GQ とかっていうのは、はいまあ、本屋さんとかで封が開いてないやつがあったら必ず見てたし、はいうん、そうですね、そういうのでいろいろチェックはしてました。それと同時にそういう日本の雑誌も見てたし、はいはい、ビームスさんにこう入ったタイミングだった経緯っていうのは、はいはい、どういった ビームスに入った経緯っていうのは、はいそうですね、プータローの時期があって、はい、そうプータローの時期があって、まあ、何しようかなっていう時に、はい、あのモヒートの山下さんが、はい、そう紹介してくれたんです。あそうだったんですね。はい、そうなんです、はい、山下さんとの同居ですね。そうそう熊本の、うん、そうなんです、ね、のご紹介そうそれで、はい、その頃で山下さんはプロペラプロペラにそうですねプロペラ時代じゃないですか、はい、東京ですか最初に入ったビームスは。そうです東京のそうです事務所で、はいバイヤーの方のアシスタントっていうことでいきなりテント立ったなかったんですか。そうなんです僕テント立ったことがないんです。立ったことないです。立ったことがないです。結構レアレアな、はい、レアな事例だと思います。そうだったんですね、はい、そうなんです。だから本当あのビームスって言っても、はい、洋服のじゃなくてあの雑貨の部門だったので、はい、最初はそうです、はい、まあまあそういうバイヤーの方が仕入れてきたもののラインシートを作ったりとか説明書きを作ったりとか、はい、あとはまあモニョが入荷したら、検品に行ったりとか、はい、そういう仕事をしてました。でその役職の際に、はい、ここはアメリカ出張とかっていうのも後半多分ありましたね、はい、あのニューヨークのギフトショーっていうものに、はい、そうですね同行させていただいたりしましたね、はい、ギフトショーギフトショーっていう、はい、今もあるんですか。今もあると思います。のみの市みたいな感じではなくのみの市みたいな感じではなくて、はい、あの展示会場そのコンベンションセンターの中にあ、はい、まあ6畳ぐらいのブースがまあ何千もあるみたいな、なそこにこう行って完全にもう 業界の人向けのそうですはい、そうです、はい、そこで最初は小物をそうです。要は CD ラックとか、はい、あとは、東南アジアのそば柄のぬいぐるみとか、はい、あとはまあまあ、今もあるのかわからないんですけど、はい、キットキャットクロックって言ってそれはアメリカ製のこう、はい、壁掛け時計みたいなものがあったり、はい、そうですね、はい、もうそれは草野さん独自のこう、はい、あいえいえそれはもうあのバイヤーの方が選んだものをこう全部メモを撮ったりとか、はい、写真を撮ったりとか、はい、そういう作業ですね最初は、はい、まあ出産としてついていって、はい、なるほど、はい、それが最初のそうですね、はい、出張だったと思います、はい、その後に、まあ、皆さん一番、まあ、自分もそうですご存知のビームスプラスが、はいはい、そうですねできて、はい、できる時に、はい、そうですね、そっちの洋服の方をメインにやるようになっていくっていう感じですね、はい、なるほど、はい、ビームスプラスができた時はまだご自身でそっちの、はい、ビームスプラスの人間としてこう仕事したいみたいな、はい、ご自身の意思みたいなのあったんですか。あのやっぱり洋服が好きだったので、はい、あのやりたいなと思いました。あ、そうなんですね、うん、やりたいなと思って、はい、でビームスプラスさんの時代も店頭に立ったことは、うん、はないないですないです。なんか当時の草野さんの着てたものとかスタイルってどういったものを着られてたんですか。一番本当最
初は、はい、なんだろうな、オープンオンブレチェックのオープンカラーシャツ、はい、あと2ピーチの2プリーツのチノパン、はいはい、あとはドリズラーみたいな、リバーシブルのドリズラーとか、はい、で足元はオールデンって感じじゃないですか、最初の。かっこいいですね、はい、最初の。だ今でこそ、はい、オープンカラーのシャツで2ピーチのって、はい、まあ馴染み深いものじゃないですか。だけど当時は、はい、そんなの着てる人誰もいなかったんですよ。ああ、そうなんですね。ツープリーツの知能を売るのにどれだけ苦労したかっていうのは、はい、未だに、まあ、当時のスタッフの方ね、スタッフの子たちと話すと、はい、あの頃は厳しかったですよねみたいなことをよく。それはツープリーツの知能が太いっていう。そう、太いし、はい、あのプリーツいらないでしょみたいな、そういう時代です。オープンカラーシャツなんて誰も、そうですね、当時は、当時は、はい、今はそれこそ本当に、まあ、うん、私たちアーチでも取り扱ってますし、はい、解禁シャツっていう、もう言葉自体がもう皆さん知ってるワードになってますけど、うん、当時はそういった、うん、そうなんです。ちなみにその時って、はい、何年代、草野さんはおいくつぐらい、いくつだろう、30代、うん、まあ、2000年代入りぐらいじゃないですか。あ、はい、ですね、うん、時代的にもじゃあそういうスタイルっていうのが当時すごい日本だと新鮮だったっていういい意味で言えば、いい意味で言えばすっごい新鮮だったと思う、はい、だけど新鮮すぎてきっと誰も受け入れられなかっただと思う。なるほどですね、うん、でも、はい、もちろん当時 RR とかではそういうスタイルはあったんだね。そうですよね、うん、はい、あったんだけど、それをビームスがやるっていうのではやっぱりちょっと今までのお客さんは多分ちょっとこうまだクエスチョンマークだった、はい、びっくりした、うん、時代だったような気がします。ビームスプラスさんの中でまたディレクターに後々なられると思うんですけど、はいはい、その前にバイヤーを、はい、やらせてもらいました。で一番最初にまたこうビームスプラスのバイヤーとして、はい、アメリカにまた、そうですね、はい、行かれてたと思うんですけど、はい、一番最初にこう買い付けたものといいますか、その当時は、はい、バイヤーなんですけど、展示会に行って物を仕入れるっていうことよりも、はい、例えばサンフランシスコのレザージャケットの工場に行って、はい、ものをレザージャケットを作るとか、はい、あとはオール電車に行って、はい、靴のオーダーをするとか、はい、あとは、ウィスコンシン州の昔の工場に行ったりとか、はい、メイン州の昔の工場に行ったりとかっていうことが多かったかと思います。そうなんですね、うん、やっぱりこうなんていうか工場に行くと、はい、こう生産ラインっていうのがあるんですよ、はい、でやっぱそれを見てると、まあ、何が一番重要かっていうことが、はい、こうなんとなくこう理解できてくるんですよ、はい、まあ、ものづくり、ものづくりで、はい、で特にそのアメリカってまあもともとっていうかね、その大量生産する国じゃないですか、はい、だその大量生産するにあたって何が重要かとか、でそういう工場の特性みたいなものを知るためにもやっぱり足を運ぶっていうのはすごい重要な経験だったと思います、はい、うん、なるほどですね、うん、そういったこう、まあ、バイング業務、はい、まあ、海外も国内もやってたかと思うんですけど、うん、はい、その後に、ディレクターという形になるっていう流れですね、はい、そうです。そこから本格的にこう、まあ、ものづくりっていうものに携わっていくのは、ね、ものづくりはそのアメリカに行き始めた頃からちょっとずつ、はい、そうですね、はい、やらせてっていうか勉強させてもらって、はい、まあ正直こう服作りって全くのど素人だったわけですよね、はい、でそこからこう、まあ、一からするね、だから、はい、洋服を作るのにはまず生地が必要で、はい、パターン、ペーパーパターンが必要でとか、
あとは生地は洗濯した後どのぐらい縮むのかみたいなこともあって、はい、縮率っていうものが存在してとか、ボタンはね、あのどういうものがあってとか、はい、これはどういう特性があって、どういうものにつけなきゃいけないかみたいなことを、まあ、ちょっとずつ勉強させてもらったっていう、うん、感じです。それは完全にじゃあもう会社の中でやりながら学んでいったっていう。そうです、はい、まあ、その時にいろいろ教えていただいた顧問の方がいらっしゃったので、はい、その方からそうですね、一から、はい、教えてもらいました、はい。その時からもう、まあ、草野さんのこう、まあ、ものづくりのこう、はい、まあ、スタートといいますか、はい、そういうのがもう始まっていったと思うんですけど、そうですね、なんか当時は、まあ、会社の中にこう、うん、所属してものを作られてたかと思うんですけど、うん、はい、まあ、その時にもその草野さん独自の こだわりといいますか、はい、そういうのってなんかどういったこだわりがあったんですかね。その ルールが、まあ、まだいろいろあったと思うんですけど、そうです、ね、ルール以外のところで草野さんが こだわられてたこと。いやー、なんだろうな、その素材は、はい、そうですね、素材は結構いろいろ作らせてもらいましたね。うん、そう、やっぱりそのこういうものを作りたいって言った時に、はい、やっぱり既存にはないものとかってなったり、こういう風合いを出したいためにはやっぱりね、作るしかないですよねみたいなこともなることがやっぱ多かったので、そういうところではそうですね、生地っていう部分は結構いろいろやらせてもらいました。はい、あの今あの、うん、お仕事の話というか、はい、お仕事の流れをすごい伺ったんですけど、はい、その当時、はい、草野さんが、まあ、バイヤーディレクターやられてた時に、はい、ご自身でこう、はい、好きで買ってた古着って、はい、どういうものですか。好きで買ってた古着、はい、あ、いや、それは今と変わらないかも。ああ、そうなんですか。うん、今と変わらないと思います。完全に 着用も、そう、自分が着たいから買うみたいなものが多かった。だ、独立してからの方がサンプルとして、はい、なんかこう、そうですよね、うん、なんかサンプルとして必要だからとか、はい、パターン作るために必要だからとかっていう風な買い物をするのは独立してからじゃないですか。はい、うん、なんか草野さんの、まあ、ケネスフィールドのオフィシャルのブログで一回こう自分読んですごい覚えてることがあるんですけど、はい、今はもう着用、過去に来たものを着用目的で、はい、うん、また改めて買うっていうことはしないっていう、うん、あの記事書かれてたと思うんですけど、あの当時買ってた、たくさん買ってたからこそ、あの今はもうそういう気分ではないっていう。基本的になんかこうね、好きなものが変わってないんですよ、はい、だからまた同じものを買う癖がついてて、はい、そう、例えばそのなんかジージャンとかも、はい、こういう形が好きだからっつって、はい、やっぱそういうものをまた欲しくなるし、はい、でも買ったところできっと着ないし、はい、そう、だから草野さんがバブは着てる写真とか見たことないですけど、ええ、草野さんってバブは着てました。あ、バブはね、あの基本一昨年かな、はい、一昨年一冬だけ着ました。あ、本当ですか。はい、形草野さんの形、バブはどんな形着られてるんですか。結構大きい、はい、やつです。ちょっとガパッとした。ああ、あれ、ムアランドですか。ムアランド。ムアランド。はい。そうそうそう。このタイミングで、あの、これもお客様からの、はい、あのご質問なんですけど、はい、草野さんって今あの洋服と靴、はい、どのくらいお持ちですかっていう、もう数で多分お答えになる。いや、多分、はい、みんなが思ってるほど持ってないですよ、もう。そうなんです、ね、みんなが思ってるほど持ってないです。それはなぜかっていうと、はい、自分のブランドをやっぱ着たいじゃないですか、はい、だから、はい、よっぽどのことがないと、はい、そう、他のブランドの服を着ることは少なくなり、なってると思います。はい、そうです。やっぱ着ないとね、自分で作ったもの着ないとわからないし、はい、選択しないとわからないしっていう、靴もね、ムカデじゃないし、はい、そんな履かないし、はい、そうですね、はい、じゃあもう昔持ってたものはこう、まあ、手放したりとか、手放したり、はい、まあ、もうこれはずっと履くなとか、はい、ずっと着るな
ていうものだけが残ってるけど、ずっと着るなと思って残してるものでもやっぱり全然着ないものがあるので、はい、そこがね本当、気持ち的には嫌なんです、嫌なんです。本当もうワンラック、ワンラック、ワンシーズンワンラックで十分本当はね、なはずなのに、なんかこうねまたこう必要になるんじゃないかっていう、そう、そうですね、そういうふうに思ってしまう。もったいないっていう、また感じでまたちょっと違うんで、まあ確かにそうですよね、だけどあるあるですね、あるあるというか、だけどすごいやっぱ気に、洋服を作られてる方がどのくらいこう洋服を持ってるのかっていうのはやっぱ皆さん気にして、気になる方も多いと思うんですけど、そうですよね、そこまでじゃあそこまで持ってるほど多くないっていう、持ってないです、多分あのインスタとかでたまに上げる、自分のね、自撮りした写真とか、あの感じですね、ああもうまさにまさにあの感じです、あれあれはもうたまにしか上げないけど、大体ああいう、あの感じの服をただずっと着回してるだけですよ、ケネスフィールドと、古着を一緒に組み合わせてみたいな、冬になったら、トラウザーの、中にスパッツ履いて、で、US ミリタリーのなんかダウンパンツみたいなの履いて、その上にケネスフィールドの、トラウザー履いてみたいな感じだし、そんなそれをずっと繰り返してる感じです。草野さんのワードローブ事情はすごい個人的にもすごい気になってたので、すごい本当ね。草野さん革靴って、オールデンとか、その辺のやっぱ履かれてるイメージありますけど、トリッカーズとか、例えばウエストンとか、パラブーツとか、パラブーツとか、クロケットとか、そういうのあるじゃないですか、そういうのとかも一通り履いてこられてるんですか？いや、トリッカーズ履いたことないです。あ、そうなんですか。パラブーツ履いたことないです。あ、そうなんですか、ね、クロケットはたまに履いてます。お、だ僕は意外にみんなが知ってる有名ブランド着たことないやついっぱいありますよ。バラクーダの G9 のオリジナルも自分で買ってきたことがない。おお、そうですね、意外ですね。そうなんです、そうなんです。でバブはもう去年初めてだったし確かに意外ですね。初めて、初めてだったし、ダッフルコートは1回古着で買ってワンシーズンぐらい着た、あ、いやダッフルコートはある結構着たかな、そうですね。へえ、すごい意外ですね。確かにパラブースが履かれてるイメージは確かにないです。あのガリベールってあれ、あれは履いたことある。あの山田君とかそっちのブーツ系の。そうなんです。トリッカーズは試し履きした時に、あの外バネが全部最初からくっついちゃって、あもうこれは足に合わないなと思って。あ、なるほど。自分の足に合わないのかなと思ってやめました。手元にある革靴はじゃあオールデンとクロケットと、あとは昔、アメリカの昔、あとラッセルも昔、そんな感じですか、でイタリアの会社と契約をしたので、そうですね、パンツ専業ブランドで何箇所かはやって、それとは別にもう一個ちょっとこう